この清掃活動は女子サッカーチームラブリッジ名古屋とネーミングライツ契約を結ぶ愛知県瀬戸市の医療機器メーカーアサヒインテックが選手や監督らとともに行ったものです。およそ40人が参加し、ホームグラウンド CS アセット港サッカー場周辺の道路に落ちた紙くずや落ち葉などを集めたり雑草を抜いたりして、1時間ほどかけて45袋分のゴミを回収しました。1年間お世話になるあのスタジアムですから、みんなできれいにするということと、気持ちよく見に来てもらいたい、気持ちよく帰っていただきたいとありますんで、普段使わせていただいているところでもあるので、感謝の気持ちを込めてきれいにしました。なでしこリーグは今月18日に開幕します。